今日なんですけども、ヘアメイク、まあ、いつもやってる方とは違う方に来ていただくことがあって、はい、今回はその代役として若菜さんにヘアメイクをしていただこうと思います。はい、失礼します。どうもよろしくお願いします。あ、今日ヘアメイク担当させていただく若菜と申します。よろしくお願いします。ちょっと荷物ここいいですか？うん、あ、いいですよ。はい、全然使ってください。すいません、ちょっといいですか？はい、いつもどんな感じで、いつもはここ右、なんか右の耳をこうかけて、あと全体的に動きをつける感じにしてください。ドライヤーから。あ、ドライヤーから、はい、お願いします。大丈夫ですか？大丈夫です。なんかいつもマッサージしてらっしゃると聞いたんですけど、うん、あ、そうです、そうです、はい、一応むくみがちなんでむくみを取ってもらってからやってます。じゃあマッサージしてからドライヤー入りますね。はい、はい、お願いします。はい、じゃあマッサージしてきますね。はい、お願いします。なんか痛かったりしたらちょっと言ってください。うん、大丈夫です。なんかすごい凝ってますね。そう、めちゃくちゃ凝ってるんですよ。ゲームしすぎじゃないですか？確かに、桃鉄が右すぎて。あ、桃鉄なんですか？キングボンビーですよ。キングボンビーついてて今本当に困ってるんですよ。どうしよう。え、てかめちゃくちゃ硬いんですよ。いやー、やばい。何ですか？なんか変なそこに連れてかれた。え？いや、キングボンビーに。はぁ、三崎社長。うん。そうそうそう。やっぱ桃鉄でもお金持ってるんですね。お金持ってないです、今借金してる、大変なことになってる。なんか、結構暑くないですか、この部屋。確かに。あ、確かに、エアコン切りますか。ちょっと、すごい暑がりで、私、そういえば、ドライヤー一応持ってきたんですけど、コンセントかどこにあるんだろう。ん？コンセントあっち。コンセントこの辺に、この辺にありますか？ん？あ、あっちにあります。ん？あ、あっちにあります。ちょっと延長コードないと通らないか。そうですよね。そうですよね。この、あ、そっか。じゃあちょっと、ちょっと、待ってて。はい。です。なんか全然気づいてくれないんですけど。はい、マジですか？はい。なんかずっとゲームしてて。ああ、なるほど。はい、じゃあもう一回ちょっと今行けますか？デフ。それもうちょい、もうちょい行きます。もうちょい、もうちょい。あ、これならさすがに。これ延長コードになりますので、はい、はい、次、はい、お願いします。すいません、すいません、延長コード探してて。あ、あっちですよね。ん？あっちです。あ、ドライヤーしても大丈夫ですか？はい、はい。なんか前髪どっち側がいいとかあって。ん？前髪はこれ、これ、こんな感じで。あ、はい。この辺って感じですかね。はい、こう。大丈夫です。ちょっと失礼しますね。はい、ちょっと横向いてもらってもいいですか？はい、はい。大体乾いたんですけど、大丈夫そうですかね？うん、うん、大丈夫です。じゃあもう、ワックスとかつけちゃって大丈夫ですか？はい、大丈夫です。わかりました。すいません、手洗ってました。はい。あ、ワックスこれで大丈夫ですかね？うん、大丈夫ですよ。じゃあちょっとこれ使ってきますね。うん、なんかつけられたくないとことかってあります？うん、別にないですよ。ちょっとワックスつける前に櫛で整えます。はい。桃鉄順調ですか？うん、今1位になりましたね。ちょっと見ていいですか？うん。え、ここだけ？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、今。あ、今、ゲーム中です。ゲーム中です。あ、全然気にしないでください。ね、ちょっと、ちょっと待って、大丈夫ですか？大丈夫？何がですか？え、なんかおかしくないですか？え？え、なんか変じゃない？
どうしたんですか、大丈夫ですか、本当に。あんまり無理しないでください。大丈夫ですか。あ、全然、私のスタイルなんで。そう、はい、変わったスタイルですね。ちょっと横向いてもらってもいいですか。だって、なんか企んでるんですか。大丈夫。いや、どうしたんですか、なんか。暑くて、すごい。いや、なんかちょっと、ちょっと後ろ向けが。待って、なんか誰かに言われてるんですか。ちょっと待って、今ので貧乏神ついちゃったじゃん、間違って。すいません、お待たせしました。だからドッキリなんですけど。ドッキリだろ。 YouTube 撮ってたんですよ、実は。どこであれとか。本当だ、スネークまで探した。やっぱおかしいなと思ったんだよね。こちらの方ヘアメイクさんではないんですよ、実は。若菜奈緒です。セクシー女優の若菜奈緒です。